当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は守山市のオリジナルプリントのお店、鉄人工房松屋さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは松屋さんです。 T シャツなどのオリジナルプリントや学生服などを扱っておられます。学校の部活や体育祭、文化祭のチームウェアのオリジナルプリントを低価格で制作してくださって、地域の学生さんたちにとても喜ばれています。私もこの前、会社のポロシャツを作ってもらってきましたよ。とても良心的なお店です。ありがとうございます。大変嬉しいお言葉をいただきまして、こうやって改めて、こういう機会にそういうお言葉をいただくというのはもう本当に、それこそ私とは逆にありがとうございます。やってきてよかったなという思いでおります。コツコツ今までやってこれて、こうやって温かいお言葉いただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。鉄人工房松屋は先代がアパレルのお店として創業し54年が経つ。25年前に現在の店主の悦夫さんがオリジナルプリントの業務を始めてから、近隣のスポーツチームや団体を支えてきた。2017年の9月に同じ守山市の早野に移転し、新たなスタートを切る。松屋のオリジナルプリントは枚数や緊急性、こだわりによって適した作り方を提案する。シルクプリントといいまして、単色で大量の枚数をするときにはリーズナブルな作り方にもなります。1枚からでも作りたい、またこういう特殊なキャップとかですね、こういった、番号ですね、それを変えたりするときに1枚からでというと、この加工法をおすすめしています。ユニフォームを着て歩いてるグループなんかを見ると、あ、ウッドコアで作ってくれたやつやなというのもありますし、やっぱり自分のところで揃えてもらったチームさんは応援したいなという思いはやっぱりありますよね。オリジナルプリントの面白さはお客さんとのやり取りの中にあるという。学生さんたちがもう10人ぐらいドッと来られて、でここでああやこうや、あでもないこうでもない、いやちょっと待ってみたいな感じのお客さんたちも、その場で一つのものをみんなでこうアイデアを作り上げていくっていうのが結構楽しい。お得意さんに話を聞いてみた。北海道から沖縄までいろんなところに行くんですが、この松屋さんに作っていただいたこのユニフォームがとってもどこに行っても注目を浴び、とても嬉しいなと思っています。 Enjoy Nordic Walking! せーの、キーパー。試合の結果、イベントの成功、プリントの目的にまで思いを寄せる。学生さんにこの間おばちゃんいい T シャツ作ってくれてありがとうって言ってもらえる仕事につけたのは本当になんか嬉しいなと。それぞれの思いが詰まるものを作らせていただいているというのはもうまさにこういう仕事をしていることの妙理につきますよね。鉄人工房松屋、会ってくれてありがとう。